はい、皆さんこんばんは。被告人の森秀樹です。今日もこの番組をご覧いただきましてありがとうございます。全世界1000万人の、いや1億人の飛行機ファンの皆さん、そして、5人の飛行機ソムリエ秀樹ファンの皆さん、今日もありがとうございます。皆さんのおかげでこの動画が撮れます。さて、ざれ言はこれぐらいにしましょう。今日はですね、またドラゴンモデル、精密さで売りのドラゴンモデル、そちらの、ダイキャストを扱っていきたいと思います。じゃん。はい、今日はね、マイナーだ。これはマイナーだ。ロッキード188エレクトラ、この飛行機知ってる人？しーん、いや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 、知らないよね。というわけでですね、今日はこの、でもね、この飛行機違う意味では有名なんです。はい、民間機としては今2でしょうが、実はある機種ではナンバーワンになったというですね、はい、復活劇のお話をしたいと思います。さあ、今日はこの飛行機でございます。ロッキード L188 エレクトラ。さあ、それでは行ってみましょう。はい、エレクトラでございますね。はい、プロペラどうでしょうね。見てください。ピッ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 、なかなかユーモラスなね、形じゃないですか。はい、でもなんかね、いいですね、プロペラ機のね、力強さって特別ですよね。ジェット機にはないね。というわけで、わかりますよ、今日もちっちゃいです。昔の飛行機だからちっちゃいのは当たり前なんですけど、はい、ね、アンセット ANA って書いてありますけど、これはですね、オーストラリアの、会社でした。アンセットオーストラリア航空、1935年、事業家レジナルド・マイルズ・アンセットさんって人が作った、会社でございます。頑張ったんですが、はい、残念ながらですね、2001年終了した会社でございます。はい、破産されました。頑張ったんですけどね。まあ、この飛行機の方の解説に入りましょう。ロッキード L188 はですね、1954年から開発に着手された飛行機になります。1957年12月に初飛行、1959年早々に就航開始したとウィキさんには書いてありますね。でね、この頃っていうのもジェット機になろうという時代なんですけれど、プロペラ機からね、ジェット機に転換するの大変だし、こういうあの、これね、ターボプロップというジェット機とプロペラ機のいいとこ取り、ジェットエンジンを、歯車で減速させてプロペラを回し合うっていう、プロペラ機なんですけれど、ね、ジェット機に変換運用の、練習させるパイロットの手間が少ないということでね、こっちの方が需要があるんじゃないか。でかつですね、最初の旅客機がですね、コメットってイギリスの作った旅客機がですね、残念ながら構造の問題で空中分解するという事故があって、急遽運行停止になったら空見ろっていう話にもなりまして、やっぱりまだ早いんだよみたいなノリがあったんですね。で、注目されておったんですがね、こういうターボプロップというジェットのいいとこと、プロペラのいいとこを取って、中間的な、もうリリーフみたいな感じですかね。はい。どうせいずれジェットになるにしても、先にこのプロペラの力、大事でしょみたいな感じで、話は進んでたんですね。ところがですね、はい。この、ロッキード183も頑張ってバッと売れ出したんですが、すぐさまやっぱりこれも事故を起こしましてですね、慌てて作ったというふうに言われておりますが、はい、空中分解を起こしてしまいましてですね、販売が低迷しました。最終的にはね、翼がね、フラッターってグラグラって言って分解しちゃうって事故が分かって対応、なんとスピードを通して対応するとかですね、そういう苦肉の策をいっぱいしたもんですから、やっぱそういうものはダメですね。で、ジェットもね、結構どんどん成長早かったので、結局、やっぱりジェットでいいじゃんって話になりましてですね。この、ロッキード L188 ですね。はい、レクトラさん。こちらは、全部で157機。そういうね、小さい生産数で終わってしまいます。あ、すみません、167機ですね。ごめんなさい、言い間違えました。167。実際に売れたのは144機なんですけど、はい。こちらで生産が終わってしまいました。
が、拾う神あれば捨てる神あり、逆か、拾う捨てる神あれば拾う神あり。あのですね、この旅客機としてのスペースとか、ね、経済性とか、うん、そういういいところが対戦哨戒機に向いてるじゃんって話になりまして、これは後のように P3C とですね、一世を風靡したアメリカ海軍の対戦哨戒機になります。これがまためちゃめちゃ売れました。日本の自衛隊も使ってます。現在進行形です。はい。500機以上。はい。民間機版よりもですね、対戦哨戒機版の方がすごい売れました。はい。まあ、やっぱね、使い方ってあるんですね。こうそういうふうにゆっくり飛んで、のんびりのんびり飛んで潜水艦を探していくっていうことに関しては、この機体が役に立った。そういったところで、違うところで活躍の場を、はい、まるで野球選手がですね、トレードされて新天地で活躍しちゃったよみたいな感じの飛行機ですね。というわけで今日はロッキード188エレクトラの話をしました。ちなみにエレクトラって初代エレクトラがありましたよ。それはね、対戦中に使われてた総発の練習とか、連絡機とかね、飛行機でした。アメリカヤードというですね、有名な女性飛行家が乗ってたりとかして、そっちも有名なんですけど、はい、エレクトラで調べるとそっちが出てきちゃいます。はい、というわけで、いろんな意味で不遇でしたが、トレードされて活躍した飛行機でございます。はい、お後がよろしいようで、それではまた今日もブレイクウェイナウ。